これですね、1998年、私がダウンをやってる開発の専門家の時に、もうね、代謝が大変だから、思い切ってもうこういうね、川幅いっぱいに穴開けた、こんなダウン作ろうかと。議論するとあるんですよ、ほんまに。Social Democratic Party。社民党。熊本県連合、全国連合。熊本県連合ジャーナル。社民党熊本県連合が主催、連携、おすすめしている活動を報告します。命を大切にする政治を。社会民主党熊本県連合、副代表の橋村理香です。2024年1月20日、川辺川ダム反対住民団体による新年学習講演会に党を代表して参加してきました。この動画では集会の様子と川辺川ダム建設に対する党の姿勢を報告させていただきます。教えて宮本さん、ダムで命と清流は守れるの？国交省元防災課長が答えます。ズバリお答えします。8、公園6、流水型ダムで清流は守れるか。お話は元国土交通省防災課長宮本浩司さんです。それで次の質問、流水型ダムで清流は守られるか、次お願いします。これ川島知事さん のコメントですね。私はここに特定ダム区域ダム法に基づく現行の貯留型川辺川ダム計画の完全な廃止を国に求めます。貯留型ダムは求めやめます。その上で住民の命を守るために地域の宝である清流を守る新たな流水型のダムを国に求めることを表明します。要するに新たなダムは球磨川を清流を守るんだから、これはやるんですとおっしゃってるわけです。じゃあ本当に守れるのか、次お願いします。次お願いします。これね、流水型ダムっていうね、これぐらいの本があるんです。これは私、どんなこと書いてあるのか読みました。で、これ書いてる人たちは池田先生、小松先生、杉先生といって、私たちも、私もよく知ってますけど、国交省と非常に仲のいい先生です。次お願いします。で、その一つの、これ全部、ね、こう書いてあるのは、この本に書いてある文章に書いてあるんです。流水型ダムの特徴として、仮称とほぼ同じ高さの構図に設置されたその穴ですよね。これを通して水は上に流れているので、通常水はたまらない。したがって土砂や魚類も通過する。通常時はダムがないのと同じ状態なので、環境への負荷が少ないと書いてあります。次お願いします。これはすでにできた島根県のマスター川なんです。これね、三笘さん、ここ稼働ですね、こんだけ、ここが稼働ですね。ここにドーンとコンクリートのダムが塞いでるんですよ。そして、ここに二つ穴が開いてるんですよ。これ皆さん、もう理屈じゃないです。感覚的に、あの川幅をドーンとコンクリート塞いでおいて、二つ穴を開けといて、これで、通常、ダムは何と同じですよ。私はそう思えない。次お願いします。これですね、1998年、私がダムをやってる開発の専門家の時に、もうね、代謝が大変だから、思い切ってもうこういうね、川幅いっぱいに穴開けた、こんなダム作ろうかと。議論することあるんですよ、ほんまに。だけどね、次は普通にします。これやったところで、これダムは当然水貯めるんだから、水貯めたら必ずここで上から投げるところで流速が落ちる。ここで必ず土砂は溜まるんだと。で、これが水が下がって、これが全部流れ切るわけだ。だから次は普通に。土砂は必ず溜まると。で、ここが塞がる恐れがある。構造的にも問題だということで、こんなんできるわけないわなってやめたんです。次お願いします。
ところが今のこの流水型なんか新しいこれだっていうのがね、この時に今言ったように砂は溜まりますと書いてあるんですよ。で貯水池内に排出された砂は取り残される可能性あり、実態を明らかにするためには長期間の管理実績を分析することが有益だと書いてあるんです。次お願いします。で実際に既に出ている山形県の最上大国川ダムではですね、確かに水が引いた時に一部は流れますと。しかし流れるのはこの川幅の水道ができたところで水流のところだけが流れるのであって、こういうところには土砂は特に細かい砂が溜まります。実際にこの林の中に溜まっています。次お願いします。ほんで例えば上流で山崩れがあった、大量の土砂が流れてきます。その時にはこの流水型ダムでもここに溜まるからダンプトラックとか重機の中に入れないかと、そしてそのためにはここに道路を作らなあかんということも書いてあるんです。次お願いします。で実際にこのアメリカのニューヨーク州のダム、この流水型ダムなんですけれども、この水道があるんですけど、周りが全部ですね細かい砂が溜まって草まで入るということが書いてあるんです。次でから下流河川へのインパクトということで、これは特にですね藻類の変化を起こすから鮎に対する影響評価は慎重に行うべきであるというふうに書いてある。次お願いします。で閉塞する恐れもあると書いてある。次お願いします。でね、流水型ダム、本当に建設省の中野三人先生が書かれた本でさえね、代謝、下流河川の影響、水生生物の影響、閉塞する恐れがあると書いてあるんです。次お願いします。で流水型ダムのこの新しい川幅ダム計画が書いてあるんですけども、次お願いします。で模型実験しました、書いてあるんですけども、その前にできた縦のダムはあれ気が引っかかるんじゃないかって言ったら、つまようじを流してそのやったら大丈夫でしたね。次お願いします。詰まったで、まあもうつまようじの話はやめときましたので、ね、次お願いします。それでね、模型実験っていうのは私も学生時代からいっぱいやりましたけどね、模型実験はその小さいスケールで実際に起こりうる現象の可能性を把握するものであって、模型実験で問題が発生しなかったから実際においても問題なしと結論付けるものではないっていうのなんですよ、ね、だから模型実験があって安全でしたって言ったから安全だ、それはダメですっていうことです。次は。で、まあ、ここがその最結論なんですけども、川の中に巨大なコンクリート構造物を作って、周りの環境生態系に影響が出ないわけがない。これまでのダム建設では、生態系への影響は軽微であるとして建設されてきたんですけども、複雑な生態系を我々知り尽くせないのに、誰も影響は軽微なんて言い切れないんです。まあ、これが、もう、次なんも大事なこと。これが、まあ、その流水型ダムになったら問題ないんだと、熊谷には影響を及ぼさないんだということに対する私の感想であります。社民党熊本県連合副代表の橋村理香です。社民党は昨年行われました統一自治体選挙の政策集でダム建設について次のように約束しています。無駄な公共事業の見直し、次世代投資へのお約束の中から紹介します。ダム中心の治水政策を転換します。河川の流域管理や河川改修、森林保全の治水対策への支援策を強化します。問題が指摘されている大規模公共事業については建設の是非を再検討します。直轄ダムだけでなく補助ダムも見直しを進めます。社民党熊本県連合も 7.4 水害に関連して浮上してきた川辺川ダム建設に反対し、地元、党支部、議員団及び市民団体と連携し、ダム建設によらない地域再生の推進に努めています。
社民党熊本県連合代表の今泉克美です。橋村理香副代表は就任後精力的に皆様に様々な情報を届けています。そんな中で橋村副代表自身のアカウント開設を切望する嬉しい声をいただくようになっています。社民党熊本県連合副代表橋村理香の SNS を紹介します。実は橋村理香副代表は副代表就任以前から自身の Facebook での配信をしています。また副代表就任を機に自身のホームページ Instagram も開設しています。ホームページでは活動報告、活動予定、プロフィールなど橋村副代表の人となり行動全般を知ることができます。また Facebook では橋村副代表おすすめの地域の自然、学習会の紹介など橋村副代表の感性、思いに触れることができます。 Instagram では橋村副代表が日々の生活の中からの気づきを率直な言葉で語ります。党の広報とはまた違った橋村副代表の一面を知ることのできる橋村理香 SNS にもご注目ください。各アクセス先は概要欄の橋村理香 SNS 紹介コーナーに記載しています。ご利用ください。頑固に平和、暮らしが一番、戦争はさせない、それが社民党です。Social Democratic Party. 社民党。